さあ、始まりましたね。プロレスリングの中島克彦よ。10年ぶりか。リング上で見たてめえの目はどうやら昔のままだったな。ああ、ただな、今日はご挨拶程度だ。ほんのご挨拶程度だろ、中島克彦。お前の心の中ではそう思ってるはずだ。まあノアでどんな感じでやってるのかなと俺には知ったこっちゃね。てめえの性格は俺が一番知ってるからな。てめえは心の奥の底の底では俺の存在が悔しいはずだ。ただマスコミが何て聞こうと彼はそう答えないだろうな。彼は悔しいはずだ、この俺の存在が。あんたとの再会、次があるのかないのか。ただこのマークを見て分かる通り、俺がノアのマイクを持ってんだ。ないことはないんじゃねえか。そして俺がわざわざノアに来てんだ。何、解説席からぼーっと見てるやつが一人いたら、解説で何語ってんだ北宮。お前が俺と中島克彦の試合を解説するほど業界的に言えば顔じゃねえぞ。お前何座ってのんきに見てんだ。てめえが解説できることはこれっぽっちもねえ。おい、せっかく俺がこのノアという言葉を何回も口にしてんだ、北宮光弘。お前今日挨拶なかったな俺に。おい、俺の古巣は挨拶に厳しいぞ。北宮光弘、お前に言っておくよ。お前はよーく知ってるだろ、今月何があるか。2月27日、俺の誕生日だ。いいか、北宮光弘。お前に一つだけ言っておくぞ。解説席から見てねえで、2月27日、全日本プロレスのリングに挨拶へ来い。いいな。お前は何を教わった？ケンスケオフィスでな。挨拶を忘れるなよ。2月27日、全日本プロレスに挨拶に来い。分かったな。まあ10年経てばね、いろいろあるでしょう、お互い。ただ、初めてというか久しぶりに目があって、彼はあの時のままでしたよ、目は。あちらがどう思うかは聞いてくださいよ。ただ彼は正直に答えないだろう。一人で考えるんじゃないですか。ああ、望むことだ。プロレスファンが望んでるんだろ。俺の耳には届いてるぞ。てめえがなんて言うか知らねえかな。すかした態度で来てもな、てめえの目はメラ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 燃えてたからな。再会を待つプロレスファンがいるならあるんじゃねえか。ケント、久々の会話を楽しみにしてたけど、まだ俺たちには必要なかったな。